4か月目で、と、合計で1万7000円ほどでした。何がいいなって思うかっていうと、やっぱり、競合ほとんどいなさそうっていうのが、発想として v p l とかはすごいいいなと思いましたね。単価も多分それなりに高いだろうし。<music> えっと、では最初にお名前を教えてください。はい、えー、名前はフアニートと申します。フアニートさん、フアニートさんって呼んだらいいですか あ、そうですね。はい。フワニートでお願いします。ちょっと呼び止いかもしれないやいや、大丈夫です。<laughs> えっと、フワニートさんは、ブログ歴どのぐらいでしょう <laughs> あ、2022年の1月20日から始めまして、今はもう5ヶ月目ですね。ああ、なるほど。でも半年経たないぐらいってことですね。そうですね。半年経たないぐらいです。半年ぐらいやってみて、どうですか、ブログは。 いや最初、本当に見切り発車で始めて、はい、ブログを書いたらあの簡単に稼げると思ってて、はい、で結構あのー、今つまずいてるような感じですね。ああ<ー>ってことは最初に思ったよりも難しかったってことですね。そ,そうですね、はい。まあでもみんなそんな感じだと思います、僕もそうだったんで。 <laughs> 本当ですか、はいはい。でもそうじゃないと始めてないので、<laughs> はい、なんかそのフットワークの軽さというか、あれ、はい、簡単に稼げそうなんじゃないっていう、この感じは大事だと思ってるんですけどね、はい、僕は。<laughs> 本当ですか、はい、ちなみに、えっと、今の収益、どのぐらいですか <laughs> えっと、4か月目でと合計で1万7000円ほどでした。すごいじゃないですか。あ4か月ぐらいで、はい、そんなに稼げてるんですね。はい、4か月目がだい,たい3000円ぐらいでしたあ、はいあ。なるほど、いいんじゃないですか。 まあ、その、目標はもっと高いところにあるかもしれないんですけど、はい。<laughs> なんか全然、その、今の金額が少ないとかも思わないので、はい。割と順調なんじゃないかなとは思いますけどね。あ、ありがとうございます。なんかブログを始めたきっかけって覚えてますかなんか見切れ発車で始めたみたいな話な、はい <laughs> あ。そうなんです。えー、っと、今、メキシコに住んでまして、はい。で、えー、っと、メキシコで駐在しても、今、えー、っと、6年間、 大しててで、その知識をちょっと生かして情報提供しながら、うん、あのお金稼ぎたいと思ってブログを始めました。はい、で、えっとブログを始めたきっかけなんですけど、よくリベダイの,あの <laughs> YouTube を見てまして、はい、であのそれで、そうですね副業に関する動画を見て、ちょっと始めましたそれはお仕事でメキシコ行ってるんですか あそうですね、あの仕事でメキシコに来てますあの。日本の企業の海外子会社に出向という形で、あのメキシコで働いています。すごいですね、メキシコとのこの対談は、はい、人生で最初で最後なんじゃないかなと思いますけど、<laughs> あ本当ですか全然ブログ関係ないですけど、メキシコは住みやすいですか、はい そうですねあの、住みやすいと思います。実際にあの日本人がですね、はい、もう1万2000人ぐらいメキシコに住んでるんですね。あ,あそんないるんですね。はい、なんであの、日本食レストランだったりあの、普通に日本人のコミュニティもありますし、日本人に会ったりもするんですかそうですねあの、普通に会ったりします。友達とかも普通にできたりします。なんかどうしてもメキシコっていうと、危ないイメージしかない。 <laughs> そ,うそうですね、実際にはあの危,ない危ないですね。危ないとこもあるってよね。はい、そうですね、マフィアとかがやっぱり有名だと思うんで、麻薬組織とか。はい、そうですねなんかそういうのは、でも別にこうなんですか気をつけてれば、出歩く時間とか場所とか気をつけてれば、全然そんなのも出会うこともなくって感じですかそうですね。あの基本的に夜を出歩かかないとかであれば あの、事件に巻き込まれるようなことはないかなと思います。ああ、ただ夜で歩いたら、事件に巻き込まれることもあるということですね。そうですね。可能性としては高いですね、夜の方が。うん、なるほど。わ <laughs> かりました。僕はあんまり、その、行きたいなとは思わないです <laughs> 本当に非常にあの貴重な経験をありがとうございます。あ <laughs> あ、いえいえ。でも多分その辺のメキシコの話っていうのも、だから今日のそのブログの本題っていうことですよね。はい はい、本題になると思います。わかりました。じゃあ、その辺の話も聞きながらやっていきたいと思います。はい、お願いします。今は、副業みたいな感じでブログやってるってことですよね。そうですね。えっ、ー、と、サラリーマンしてる傍ら、副業をしてます。えっと、時間としてはどのぐらいブログやってますか基本的に朝活で、朝、毎朝4時に起きて、で、出社する前、えっ、ー、と、だいたい7時ぐらいまで3時間やって、うん、で、帰宅してから、 えと寝るぐらいまでですね。で、合計3時間で、えー、と1日通して6時間ぐらい、平日は。めちゃくちゃやってますね。あ、本当ですか。職業で6時間やる人、なかなかいないですね。ああ、今、あの始めたばっかりの人熱意はすごいあります。ああ、なるほど。いや、それ大切にした方がいいですね。はい、ありがとうございます。はい、とりあえずめちゃくちゃやった方がいいです。その勢いでいろんな壁越えられるんで。あ、本当ですか。はい。なんかゆっくりしてると、どんどんモチベーション下がってきて、やる気なくなっちゃってとかってなるんで。 最初は本当にやる気があるんだったらどんどんやったほうがいいと思いますね。はい、あ、わかりました。目標とか決めてますそうですね、目標は一応決めてます。えっ、ー、と、月30万稼ぐまでちょっと、ひたすらやっていきたいなと思ってます。なんで30万なんですか結構大きな目標ですけど。<laughs> そ,うそうですねあの、大きな目標だと思うんですけど、月5万ぐらい稼げればいいなと自分の中で思ってたんですけど、やっぱ目標は大きく持ったほうがいいなと思って。なるほど。はい。 まだ初心者ながらちょっとどれぐらい稼げるかもわからないのでとりあえず僕30歳なんですけどだ、はいたい平均で手取り30万ぐらいだと思うので、うん、サラリーマンが稼ぐ30万ぐらいはちょっといきたいなと思ってます確かにその何て言うんですか大きな目標を持つっていうのは悪いことじゃなくて、まあ、その小さな目標、はい、まあ小さなってまあ人によると思うんですけど例えば1万円とか5万円を目標にして 5万円稼ぐっていうよりも30万目標にして5万円稼ぐとか、まあその方が当然こう達成率って高くなると思うので、はい、まあそういう意味では大きな目標を狙っていく方が成功率も上がると思うので、まあそれはそれでいいのかなと思いますよね。はい、ただその分頑張んなきゃいけないんですけど、はい、そうですさっきの。さっきの話を聞いてて、そんな平日仕事のある日だって6時間できるっていうと、あ、それは確かに本気でそのぐらいを目指してるんだなっていうのが思うので、はい。なんかそれは、 いいなと思いますね。割とそこ矛盾しちゃう人が多いので、その目標は月に30万とか言ったら、ね、サラリーマンの,その月収みたいな金額を稼ぎたいけど、作業時間は1日30分とか1時間ですみたいな。はい。いや、それは無理じゃん <laughs> って。ってサラリーマン、はい、1日8時間ずっと休みなく働いてって、その金額なのに、急に副業のブログになったら1日30分とか1時間でそう同じく金額稼げる。はい、いや、それは無理無理ってなる。<laughs> はい、いや、そうじゃないのが。はい いいなと思って、<あ> <laughs> ちゃんとやってるっていうところが、えー、ありがとうございます。そうですね。一応、40時間になるようにはあのなんです、ね、休日も調整してやってますあなるほど。平日6時間プラス、まあ、休日で、まあ、40時間になるように、はいって感じですね。いや、いいと思います。ぜひ計画的にこれからも頑張ってください。あ,ありがとうございます。えっと、今やっているブログは、何ていう名前のブログですかあ。ブログ名がですね、メキシコ駐在ラボという名前です。 メキシコ駐在ラボではどんなこと書いてますえそうですね、えー、と僕、メキシコ駐在員なんですけど、えーとはい、メキシコ駐在員の方向けの、ままあ、有益な情報発信といいますか、まあ、メキシコに関することだったり、えーと、スペイン語に関することだったり、あとあ、地域の情報とかを書いてます、はい、メキシコの駐在員向けってことですか、そうでもないんですか。 そうです基本的に駐在向けにしようかなと思ってたんですけど、メキシコって意外とやっぱり日本人が、うん、あの多く住んでるので、メキシコに住んでる人、はい、でメキシコの現地企業に、えー、と就職して働いてる人で、メキシコに来たい人とか、ですねメキシコにその来たい人なのか、すで、はい、にメキシコにいる方なのかで言えば、どっちとかってありますか、はい 基本的にはいるメキシコに住んでいる働いている人向けの情報発信です、えっと、それって例えばどんなのがありますメキシコで働いている人向けの発信内容って例えばですねえー、っとまあメキシコの治安に関する情報だったりあのメキシコ人と、はいえー、働く時のそのマナーであったりだとか最近だったらあのビザの取得のプロセスだったりそういう解説をメインでしてますそういういのって はい、僕のイメージだと、これからメキシコに行こうと思う人が読むのかなと思うんですけど、どっちかっていうと、そういうのはメキシコに今いる人が読むんですかあそうです、ね、それはすみませんあの、来る人ですねあの、メキシコにいる人向けの情報発信はやっぱり、うん、あの僕の、えー、と住んでる地域の例えばレストランの情報であったりあの、メキシコってタコスが有名なんですけど、はい、そのタコス屋さんのメニューとか雰囲気とか、はい、その店舗のの情報の発信とかですね今って全体どのぐらい記事書いてます 今、全体で76記事ですあ。結構書いてますね。まあ、確かに作業時間が長いから、まあ、そのぐらい書けるってことですね。PV 数としては、今どんな感じでしょう、はい、?PV 数がですね、と先月で4500ありました。あまあ、でも、悪くないですね。<laughs> 4か月ぐらいということを考えれば、結構いいんじゃないかなと思うんですけど、い何でマネタイズル考えてるのかなと思って。はい そうなんですよ。そこ絶対中地さんに突っ込まれると思ってて。はい、もうめっちゃあの、最近中地さんの、えっと、はい、YouTube、まあ、2ヶ月前ぐらいから見始めたんですよ。はい、いで、最初の2ヶ月間は、あの、リベ大イから始めて、で、えっと、人、はい、手さんの、えっと、YouTube を見て、ちょっと勉強してて、はい、最初雑記ブログでやってたんです。で、はい、ほとんどその、マネタイズを考えてなくて、もう、あの、ブログで記事を書いて、広告を貼ったら、 もうお金が入るものだと思ってて。わかもうる17年前の僕と同じですね。全く同じこと思ってました、ねです。でも、はい、そこから、あの、2ヶ月前から中地さんの動画を見て、はい、あ、これ、やってることやばいと思って、ね、<laughs> あの、ブログの名前も、実はその、ふわにートブログって言って、自分の名前を付けた、はい 雑記ブログだったんですけど、中地、はいはい、さんの特化の,の YouTube の動画を見て、これちょっとメキシコ駐在に特化しないとだめだなと思って、うんはい、そこから切り替えて、今ちょっとマネタイズの記事を必死に入れてるところです。なるほど具体的に何でマネタイズしようっていうのは、はい、もう決まってるんですかあもう決まって、て記事も何個か入れてるんですけど、どんな感じなんですかえっと最初はメキシコ駐在 来る人向けに、えーとはい、メキシコ駐在例えばメキシコに住むにはこういったものが必要だよって例えばメキシコ駐在生活の必需品で、うん、あのアフィリエイトリンクを貼って、はい、アマゾンとか楽天で購入してもらうのとあとはですね、えっと、僕スペイン語が結構得意でビジネスレベルぐらいまであるんですけどすごいあ,ありがとうございますももとと大学でそのスペイン語を専攻してた とかあとスペインに留学をしてたとかいうのもあってあのスペイン語の例えばその資格スペイン語検定であったりとかあと世界的に有名なスペイン語検定でデレっていうのがあるんですけどそういったその資格を取得するにはっていう記事を入れて、うん、まあこういう参考書がいるよっていうのをアフィリエイトリンクを貼ったりだとかあとですねあの海外の に住んでいたら、その日本のエンタメってめちゃくちゃ恋しくなるんですよ。うん、なるほど。あの日本のバラエティとか、はい、えっと日本のドラマとか、ちょっと見たくなる人が、はい、絶対多いと思うんですけど、はい、海外に住んでたら日本のそのエン、あの動画配信サイトってあのアクセス制限されるんですね。へ、えー、なるほど。で、そこでそのまあ海外に住んでる人はだいたい VPN を使って、うん、その日本の IP アドレスにアクセスして、はい、で。 あの日本の動画配信サイトでその日本のエンタメンを楽しんだりあのゲームをするんですけど、はい、そういったその VPN のランキングとかあの VPN の紹介といった記事を今必死に入れていってますなるほどあまあ発想として VPN とかはすごいいいなと思いましたね単価は多分それなりに高いだろうし、はい、いいなと思ったんですけどあのここまでの話で僕が割と気になってることって でまあ、すでにもうメキシコにいる人向けにそのまあ記事をメインに書いてるっていう話で例えばその記事の内容がその現地のまあタコスが美味しいお店だったりっていうことを言っていたのでそれで一体何でマネタイトするんだろうなっていうことをすごい思ってたんですはい、はい、あのそれ言ったらこれからメキシコに来る人向けって 言うんだったら、こういうものを持っていた方がいいよとか、スペイン語をここで勉強した方がいいよみたいなのができるのかなと思ったんですけど、すでに来てる人向けっていうと、紹介するものは別にないので、マネタイズ難しいんじゃないかなって思って、まあこのマネタイズの話に入っているんですけど、はい。ただその、確かに VPN もまあいいし、まあメキシコの言語ができるようになる、その教材とか、英会話じゃないですけど、そういう教室みたいなものとかがあるんですかね。 そうですね僕はその例えばそのスペイン語あメキシコの公用語スペイン語なんですけど、はい、そのスペイン語って結構日本人には覚えやすいと思っていてあの発音がほほぼ日本語と同じななんですよ、えー、あなるほど、はい、で英語はちょっと日本語と発音が全然違うくて学びにくいとか例えば日本人は英語喋れないってなってると思うんですけど、はいはい、その辺を英会話じゃないですけどそのスペイン語会話の。 例えば最近見つけたのでいうと DMM 英会話とかでもそのスペイン語のまあ会話の練習とかができるんですよ。でそういうのを僕ちょっとやってたりしたんでそういったちょっと情報を提供して、まあ、こういうのもであの練習したらそのスペイン語を早く覚えれますよみたいなを紹介しようかなと思ってます。うんなるほど割とそのブログとしてはいいなと思うんですよ。 はい、その基本的にあんまりこうどっかの地域に特化するとかっていうのはまあマネタイズとかいろんな意味でしにくいのであんまりお勧めしないんですけどただ今回のメキシコのこのブログに関しては割といいなと思っていてそれ何がいいなって思うかっていうとやっぱりそもそも論として競合ほとんどいなさそうっていうのが大きくて多分まあそのメキシコにいる方が1万2000人ぐらい。 いるってことなんですけどその中で、じゃあそういうブログやってるのって、多分一1人とかだと思うんですよ。そうですね。<laughs> 数人やってても数人レベルで、はい、その人たちがそんなにじゃあちゃんとやってるか、まあ、例えばじゃあうちの YouTube とかを見て、勉強してちゃんとやってるかっていうと、多分そんなことはなくて、言ってもさっきみたいなんでやってるだけだと思うので。 はい、そうなると、そこについてはすごく、まあ、そんな差別化も考える必要なくて、そこの情報を求めている人っていうのは、でも当然いるわけで、行く人たち。なので、そういうのはすごいいいなって思いました。まあ、しかも、VPN とかそういうので、えー、っとマネタイズもできるんだったら、まあ、割とマネタイズもできそうだし、悪くないなっていう感じの印象ですね。あ,ありがとうございます。今、必死に入れてるんですけど、例えば、アマゾン u d ディブルで、スペイン語学習できるよとか、はい、やっぱり中井さんが。 おっっしゃってたその単価を最近は意識して、はい、あの注文結構いろいろあったんです、アマゾンとか楽天とか、はい、でもそれって結構 100, あの100円とか、そのまあ3桁とか2桁が連発してたので、でねはい、ちょっとこれはあの30万絶対届かないなと思って、そのアマゾンオーディブルだったり、その単価の高い方にちょっと特化しようかなと思ってました。そうですね、まあ、正解だと思います、あの結局、アマゾンとかで30万報酬得ようとすると、どのぐらい売るかって考えました、ちなみにそれ。 全然考えてなかったです、当初ああ、そうですよね。はい、結局、30万円アマゾンで売ろうとすると、はい、3000万円売らないとダメなんですよ。あの報酬1%ってすると、3000万円分、毎月売るって、なかなかですよね。そうですね。はい。しかも、それがなんかこう、単価の高い、はい、パソコンとか売って3000万円とかだったら、まあ、それでも難しいけど、いかなくはないですけど、一つ、その1000円とか2000円みたいなものを売って3000万円ぶるって、まあ、しんどいので。 <laughs> <laughs> はい、だからその方向性として、あそこじゃ無理だなって言って、高単価なものに行くっていうのは結構いいかなと思うんですけど、話していて気になることというか、まあ、これ、僕の中でも解決してないんで、ぜひ、はい、今後考えていってほしいんですけど、はい、マネタイズのことだけを考えるんだったら、多分その語学っていうところに特化してやっていく方がまがいいんじゃないかなとはちょっと思いますね。はい ああ、それは確かにありますね。僕の得意分野でもありますし、僕ちょっと今どこに特化しようか、非常にブレブレなんですよ、はい、軸が。マネタイズマネタイズってなって、VPN にも手を出してますし、うん、スペイン語にも手を出してて、ちょっとどうしよう、あの、どうしようかなと思って、今日それ相談しようかなと思ってました。うん。なので、あの、僕からのあれでいくと、その、やっぱり語学っていうところに特化する方が、いろんなマネタイズがしやすいし、まあもしかしたら、その、例えばアフィリエイトだけじゃなくて、 何かそういうサービスをやってあげるっていうこともできると思うんですよ。そもそも、だからそのスペイン語を自分が教えてあげるとかっていうことも別にやろうと思ったらできなくはないと思うんで、はい、あまあこういう感じでスペイン語習いたい人と別にズームとかして、はい、例えば教えてあげる、まあ、そういうこともできると思うので、まあ他にも、はい、例えばメキシコに旅行に行こうとしている人とか、はい、まそれこそメキシコに移住したい人とか、はい、まあそういう人と、 こう例えば30分とか1時間いくらみたいな。例えばそれが5000円だって多分払う人いっぱいいると思うんですよ。はい。多分現地の生の情報を知りたいっていう人もいると思うので。まあだからそういうこともできたりするので、あ<ー>まあその後半の話はちょっとずれますけど、まあだから語学系に特化していく方がマネタイズとしてはやりやすいのかなって思ったんですけど、 はい、ただ、僕がなんでそれをこうちょっと微妙な感じで言葉を濁すかっていうと、まあ、それすると VPN とか扱えなくなるよなと思ったんですそこをやるんだったら、メキシコにいる人が申し込むものなので、はい、そういう感じでブログやっている方がまがいいのかなと思ったので、まあ、今のこのブログの中で語学系のやつをメインで増やしていって、まあ、それプラスで、現地の方向けの情報発信とかをして、でその人とかに。 VPN とか申し込んでもらうみたいな、まあ、そういう感じの戦略がいいのかなとはちょっと思いましたね。まあ、完全な中で僕が言っているような特化ではないんですけど、そもそもこうさっきも言ったんですけど、競合自体がそんなにいないので、あんまりそこで特化していくっていうのももったいない気がするんで、はいうん、だからこのブログはこのブログで残しておいて、まあ、その中でスペイン語とかのそういうものに特化していってっていう感じですかね。はいい 特化するところに悩んでいて、はい、ちょっと僕の権威性としては、あの、まあ、6年前にメキシコに来て、その会社を、はい、現地法人を立ち上げたんですね。で、えっと、その経験から、そのメキシコに6年間住んでて、うん、で、あの、海外駐在って、例えば3年スパンで変わるのが多いんですよ。 あの3年であの現地の駐在員をえっと入れて返して入れて返してってやってる中で僕6年間もあのメキシコ駐在してるのでそれなりにそのメキシコ駐在に関する情報発信がいいのかなって思ってたんですよであのもう永住権も取りまして権威性を比べた時にそのまあメキシコ駐在あの長期間やっててそのまあ永住権も持っている でもそのスペイン語もなんていうんですかね僕通訳とか翻訳とかもあの、まあ、業務でやったりするんですけどそっちもできるでそのどっちをそのメインで伸ばしていくか非常にちょっと悩んでたんですねはいでも今ちょっと中西さんの,あの言われた通りそのスペイン語の方がいいのかなとは確かにそのスペイン語の方がまあマーケットも広そうだしうんこっちに行くのがいいのかなとは思いました、まあ、多分語学の方が 全体的に、まあ、スペイン語に限らずですけどいろんなものがあると思うしその単価的に言っても高いかなとは思うのでやっぱり一番圧倒的にマーケットとして大きいのは英語だと思いますけどもそ,、ね、<laughs> それは間違いだと思うんですけどそれでも、ね、スペイン語って、まあ、いろんなところで割と話される言語なのでそういう意味ではそこでもマネタイズできそうな気がするので。 まあそこをメインにとりあえずやっていくのがいいのかなっていう感じですね、話を聞いているところでは。わかりましたで。24とかでメキシコ行ってるんでしっそうですね、24歳で、もう社会人2年目の時に、はい、あに、立ち上げでメキシコに来ました。それはもうスペイン語を話せるからっていうことなんですかそうですね、あの、はい、スペイン語がもともと話せて、で、その会社の立ち上げもできるだろうってことで。 あの抜擢されました。何系の会社なんですか。はい、その会社は。あのメーカー系です。えっ、ー、と自動車産業のメーカー系です。あのメキシコって、あの自動車産業がかなり盛んで、うん、日本の自動車メーカーが。ーあのめちゃくちゃ進出してるんですね。トヨタ、日産、ホンダ、マツダ。あの四社進出しているので、僕の住んでる町も日産の工場がでかいのが二つあって。ええ、すごい。はい。なんで。 メキシコに進出するんですか。メキシコであの車を組み立てた方が安いっていうので、人件費人件費の問題ですね。あの自動車メーカーが出たらそれに付随するサプライヤー、自動車部品メーカーとか、はいうん、商社とかも、はい、あの追って出ていってる感じです。なるほど。基本3年で変わってるのが多いっていう話だったじゃないですか。はい。なんで3年で変わることが多いんですか。やっぱり僕みたいにスペイング喋る人はいいんですけど。 大抵の人はスペイン語喋れないんですね普通のサラリーマンが普通にメキシコに行って耐え,耐えれないっていうのもあるんですけど、うん、大体なんかその会,会社の決まりとかで3年とかになってますねでも3年できっついっていう人はいっぱいいます、うん、やっぱりああもう早く帰りたいってことですかそ,そうですねそのフワニットさん自体は聞かれたわけではないんですか3年後もそこにいても大丈夫なのか戻ってきたいのかみたいな、はい、そういう意思確認みたいなのはないんですかあ 一応あるんですけど、はい、あの僕はあの別に帰っても帰らなくてもどちらでもいいっていう返答をしてるので、そのまま、はい、残されてる感じですね。あと、その後任がいないっていうのもあります。そのスペイン語ができてあ、まあはい、ある程度技術の知識も持ってる営業マンが誰かいるのかって言われたら、いいないので、うん、一生あれですね。 公一応一応なんかその3年後ぐらいには帰れる約束みたいなのを知っています。一応コロナ前までは僕家族とメキシコに住んでて、えー、あの会社からその、まあ、コロナ禍で危ないので単身赴任で行ってくれってなって、うん、今家族を日本に残してメキシコに単身赴任してるのでる僕としては、はい、あの今,今ではその家族と住みたいので。 2>, まあ2年後とかに帰りたいなっては、あの本社には言ってます、はい。なるほど、そういう事情があるんですね。はい、なんかさっき、永住権取ったみたいな話があるんですけど、その辺は別にあれなんですか、2年後に、2> <あ> 2, 3年後に帰るとしても別にそんな問題ないんですかそうですね、永住権はあのアメリカと違って、4年働いたら取れるとか、はい、あの条件が、えーはい、ハードルが低いんですね。ーなので、はい、4年メキシコで働いた人は、基本的にほとんど全員永住権取ってます。 えー、例えばじゃあ、日本に3年後ぐらいに帰りましたって言って、はい、それからまた、えー、とじゃあ家族連れてメキシコに行って、そこから一生メキシコに永住権使って住むみたいなこともできるんですかあそうですね、できます。えな、ー、くなるもんじゃないんですね、それ自体は。そうですね、あの永住権自体は、あの今の法律でいうと永遠にありますね。なんで僕が60歳、引退して<ー>あ、メキシコ住みたいなってなったら、そこから死ぬまでメキシコみたいな。 感じで,できますなんか実際そういうのってどうなんですか家族全員でこうメキシコに行ってずっと日本に帰らずメキシコで住むみたいな選択肢は別にないんですか、はい、あ今のところないですね。英語権取れるので取っただけで<ー>多分僕日本が好きなんで日本帰ったらもうずっと日本に。 妻も子供もにも会いたいですしあ<ー>。ああ、もじゃあそれは、はい、帰りましょう早く。<laughs> <laughs> そうですね。はい。で、今家族もいないので、あの、まあ、コロナ後にこっちに来て、あ、はい、あ、ユビズコロナですけど、で、一人の時間がめちゃくちゃあるんで、その妻がそのワンモーペでちょっと子供を見てるっていうのが非常に申し訳なくて、はいうん、確かに。で、それだったら副業であの、自分のその暇な時間を全部副業に充てて、はい お金を稼いで、これで妻が楽になるとか、そんなんじゃないんですけど、はい、なんかだらだらしてるのが非常に妻に申し訳なくて、なるほど。全部の時間ぶっ込んでるって感じですね、ブログに。それが原動力になって、そんなに頑張れてるんですね。あ、そうです。あの、別に家族いなかったら、多分やってないと思います。<laughs> なんかすごい、それ聞いて納得感があります。なんでそんなに、例えば朝3時間、仕事帰ってきて3時間、平日6時間もできるのかなと思ったら、はい、なんかそれは確かにちょっと納得しますね。<laughs> そうですね本当にあの妻、育児で結構苦労しているのでそれでもその、まあ、一緒に住むという選択肢もあるんですけどあのコロナが収まったら多分メキシコで、まあ、僕が帰るまで1年間とか住めると思うんですけど、はい、それまではやっぱそのブログにあの全勢力費やしたいなと思ってますなんで2年で年万っていう目標はあります。 いや、いいと思います。なんかその30万っていう金額自体を達成できるかどうかっていうのはぶっちゃけ分からないんですけど、ただ、まあ、ある程度のところまでは行くだろうなとは思いますけどね。そのままのこう情熱を持ってやっていけば。はい。持ってるものも強いので、そのメキシコに駐在しているとか、スペイン語が、えっと、堪能だとかっていうところとか、まあそういうのがあるので、はい、マネタイズに関してのところは、 まあ僕は客観的に聞いていて、心配ないというか、もうそのままやってもらったら結果は出るだろうなとは思いますね。あ,あ,ありがとうございます。もう中西さんにそう言ってもらえたら、めちゃくちゃそのモチベーションも上がりますし、<laughs> い<や>ありがたいです。<laughs> 方向性もあの間違ってないんだなって、ちょっと実感しました。そうですね、まあ、これ以上、さすがに頑張るのは難しいかもしれないので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、モチベーションをこう下げずに今のまま頑張ってもらえたらと思います。あ,ありがとうございます。頑張ります。 これですね、メキシコ駐在ラボということで。はい。えっと、この中に、あれですね、えっと、メキシコに来る方向けの記事とか、メキシコにいる方向けとか、VPN の話があると。はい。この辺ですね、VPN。あ、そうですね、最近入れた記事です。なんか割合としてどんな感じなんですか、まあ、スペイン語のフレーズ集とかありますけど、スペイン語について書いてる記事がどのぐらいとかわかりますあ、カテゴリーがあるのか、ねえっと。はい、カテゴリーに。 ちょっと入れてるんですけど、やっぱりそのアグアスカリエンティスっていうのは僕が住んでる地域の名前なんですね。なるほどこのブログは、えっと、アグアスカリエンティスの地域情報と、えっとはい、スペイン語と,、えっと、メキシコ駐在で大きく3つに分けてるんですけど、はい、スペイン語で言ったら今11記事入れてます。やっぱ最初その地域情報をむちゃくちゃ入れてたので、はい、アグアスカリエンティスのところが27とかになってます。確かに。 まあそうですね。ここを多分やっていってもマネタイズにあんまりこうつながらない。<laughs> そうですね。まああんまりカテゴリーとかを増やさない、増やしすぎない方がいいかなとは思いますね。あ、本当ですか。若干こう、はい、これだけを見てもちょっと多いなと僕は思ってしまうので。ああ、そうなんです。カテゴリーあんまり増やさない方がいいかなと思いますね。例えばあんまり、だからこのプロフィールとかありますけど、 はい、このプロフィールってカテゴリー別にいらなくないとかって思っちゃうんですよね。プロフィール増えます <laughs> そもそも。あの、一つだけです。<laughs> はい、そうですよね。多分これ、ずっと増えないと思うんですけど、<laughs> はい、これをここに入れると、そこだけでカテゴリーが持っていかれちゃうので一つ。はい、も,もったいないですよね。まあ記事が増えていくところはカテゴリーがあってもいいと思うんですけど、はい、基本的にこうカテゴリーって、えっと、情報を絞り込んでいくために使う。 まあ、要は読者が、その自分が必要としている情報を見つけやすくするために使うものだと僕は思っているので。はい。うーん、だから例えば、そのビジネスメールで、はい。その使えるスペイン語みたいなのを探したかったら、このスペイン語の中のメールみたいな。まあ、わかんないですけど、はい、例えばこういうところに行くと見つけられるみたいな。まあ、そういう使い方をすると思うんですけど、そもそも、じゃあさっきのこのプロフィールの、ここに辿り着きたいからってカテゴリーのプロフィールに飛んで、この中のプロフィールに飛ぶって、多分しないと思うんですよ。 あ絶対しないですね、はい。というか、そもそもプロフィール、こことか、えっと、こういう、なんていうんですか、プロフィールのところから飛べると思うので、そしたらわざわざこれをカテゴリーで作ってる意味がないので、まあ、そういう感じでカテゴリー増やしていくと、どん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 増えちゃって、収集つかなくなるので、基本的にはカテゴリー増やさないようにした方がいいかなとは思いますねあま分かりました。全くもってその通りだと思います。はい まあ結構ねずっとブログ運営していると、まあ、今多分4ヶ月ぐらいだからなんですけど、4ヶ月でこれだけカテゴリーあるんで、これ多分2年とかやっていくと、多分普通にカテゴリーの数20とか30とか超えてくると思うんで、はい、それこそ本当になんかこう収集つかないというか、もはやカテゴリーの意味なくなってきちゃうので、まあ、気をつけてください。割とそうなっている人が多いんで。あわかりました。気をつけます、はい。あと気になることを言うとですね、この ブログの中のやっぱメインの記事が何なのかっていうのは分かりやすく出してあげるべきかなとは思いますね。はい、メインの記事、ピックアップコンテンツであの5つ並べてるんですけど、うん、そうですね、どれ読んでほしいって言われたら、全部読んでほしいんですけど。基本的になんですけど、はい、例えばこのブログに来る読者を全員一列で考えるっていうのはあんまり良くなくて。 はい、その1人の人が知りたいのって基本的に1つじゃないですか。はい。全部を読んでほしいみたいなのって難しいんですよね。はい。それは来る人が全部に興味がないからってことなんですけども。ああ、そうですね。はい。なので、基本的にはもっとわかりやすく、はい、えっと、こう、動線みたいなのを作ってあげるっていうことが必要で。はい。えっと、例えばどういうものかって言うと、えー、っと、スペイン語を勉強したい人はこちら、メキシコに、 旅行したい方はこちらで、メキシコの駐在考えてる方はこちらみたいに記事を置いといて、その記事を読んだら、それについてがまとまってるみたいなイメージですね。今だと、ね、結局スペイン語を学びたい人が、結局じゃあここからどうしたらいいんだろうっていうのが、まあ分かんないですよね、多分。そうですね、その何ていうんですか、最新記事、アグアスカリエンティス、メキシコ駐在、スペイン語。 ここだけを見ないとちょっと分からないような状態になってます。うんまあ、テレクだからどこからどういうふうにたどってその記事にたどり着けばいいのかっていうところが大事なので、はい、まあ5つのこれが並んでるっていうのはまあ今の状態でいいと思うんですけどなんかそれよりももうちょっと上の記事というか,なんかそれをまとめるようなものが必要だろうなと思います。まあ、それこそスペイン語のビジネスメールの作り方って範囲が狭いので。はい このそもそもスペイン語のビジネスメールの作り方を知りたい人は、はい、もっと大きなところでいくと、何をしたいんだろうみたいな。ああ、そうですね。うん、まあ言ったら、これをクリックして、クリックしたいと思うのって、本当にスペイン語の,そのビジネスメールの作り方を知りたいっていう人だけなんですけど、その人が果たして、ここに来る読者で何人いるんだろうっていうことになっちゃうんですよね。はい、ああ、そうですね。めちゃくちゃ少ないと思います。はい、かなり、そうですね。かなり範囲狭まれてくると思います。駐在員だったら、通訳とかもつきますし。 言ったらその記事があるっていうのは全然いいんですけど、その,そのトップページに、じゃあこれを一番上に置いといて、これをクリックする人がどのぐらいいるかって言われたらかなり怪しくて、はい、まあほとんどいないだろうなってなるので、はい、例えばそれこそ、もっとだから広い範囲でビジネスメールの策定方法とかではなくて、そ,のそもそもな、なんていう言葉が正しいのか分かんないですけど、あそうですメキシコ駐在員として。 の働き方みたいな感じですか、ね、あまあでもそう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 いうイメージそうすると自分自身がメキシコ駐在員としてまあ働いているとか働きたいというか働かなければいけないってなった時にそこをクリックしてその中を見たらまあそれこそ,そのビジネスメールの話があってもいいしっていうことですね、はい、実はちょっとこれを置いてる理由があの僕、はい、ノートも1記事だけちょっと作成しててあのあそうですね。はいはい でこれに内部リンクで飛ばすためにあ<ー>あの実は置いてるんですよ。これ自分の作ったコンテンツでスペイン語ができない人でもこのテンプレをノートから買ってもらったらその単語登録で,んてうんですか、ね、日本語のフレーズとスペイン語のフレーズを並べてて、はい、で業務にめちゃくちゃ活かせるみたいな感じ。もうう貼ってるんででですすすけどまこれですよねそうそうですねそはい このノートを売りたいがためにピックアップコンテンツに無理やりねじ込んだっていう経緯はあります。なるほど。んまあ、たださっきも言ったみたいに、やっぱり、じゃあ実際にこれクリックしてくれる人が、そんだけいないと、そのノート売れないと思うんですけど、なかなかトップページの一番上にこれをポンと置いといて、クリックする人っていないと思うので、はい、だから、まあ、うあ,あんまりこうつながってはいないかなとは思っちゃいますよね。 いやもうさっき中井さんがおっしゃられた、そのメキシコ駐在としての働き方みたいなま、まとめ記事じゃないですけど、最初の記事を作ってから、あの中で興味がある人の内部リンクで飛ばした方がいいのかな、はい、そうですね。はい、思いました。基本的に他のも同じですね、なので、スペイン語学習とかもそうなんですけど、はい、まあ、これとかもやっぱりちょっと範囲が狭いというか、はい、なかなかいきなりここにたどり着く人っていないと思うんですよ。 はい、スペイン語を話せるようになりたいっていう人がいるとしても、いきなりその人に Amazon オーディブルでって言われても、やっぱりそれが選択肢にこう上がってこないというか、なんかそれよりももうちょっと、なんかいろんなスペイン語学習についての話があって、その中で、えー、と Amazon オーディブルを使うと、まあ、その安く効率よく勉強できるよっていうのがあったら、じゃあ申し込もうかなってなるんですけど。ああそういうことですか。はい。いきなりこう<ー>スペイン語を学びたい人。 とりあえずこのアマゾンオーディブル申し込んでって言っても、その人は別にアマゾンオーディブル入りたいわけでもないので、<laughs> だからやっぱりそこは申し込んでくれない可能性が高いので、やっぱそれよりもさっきの話と同じなんですけど、はい、もうちょっと上のコンテンツがいるだろうなと思います。ああ、わかりました。それで言ったら、スペイン語のちょっとカテゴリーの中にあるんですけど、はい、スペイン語をちょっと勉強する理由みたいな記事を作ってまして。はい、あそうですねなるほど こういった記事の中に Amazon オディブルを進める方がいいんですか、うん、あまあそうですね、さっきのような感じでやるんだったら、まあ、この記事の中とかで進めている方が申し込まれる確率は高いかなと思います。こうやって今、5つ並んでると思うんですけど、じゃあこの5つ並んでるやつをじっと見て、自分がどれをクリックしたらいいのかとか、わざわざ考えないんですよね。はい えっと、多分、普通にこうやって飛ばされます。その、なぜかっていうと、興味があるものについては人間考えるんですけど、それに興味があるかないかなんていうのをわざわざ最初に考えるってこと、なかなかしないんですよね。だからこそ、えっと、もっとわかりやすいカテゴライズで、さっき言ったみたいな、えっと、スペイン語を勉強したい人とかって書いてあれば、あ、自分はスペイン語を勉強したいって思ってそこを言ってもらうことができるんですけど、はい。それよりも範囲が狭くなりすぎると、結局、その、興味ない時点で、 えっとそれを見たとしても何とも思わなくてよく考えてもらえればその役に立つし興味あるってなるかもしれないけどそもそもそこまでたどり着かないので、はいはい、だからもうちょっとわかりやすく読者を記事に誘導してあげられるといいだろうなと思いましたわかりました例えばそのピックアップコンテンツなんですけど、はい、他のちょっと対談で見させてもらったんですけど、はい、動かしてるのあんまりよろしくないみたいなのをあののあそうですねはいはい、はい 聞いててここはその例えば僕あのメイン3つアグアスカリンティスメキシコ駐在スペイン語に関するそのまとめ記事というか、はい、まあスペイン語を学びたい人はこちらメキシコ駐在に興味ある人はこちらみたいな感じで3つ固定させるみたいなたはい、まあ、そっちの方がいいと思いますはいわかりましたそうですねまあやっぱりそのパッと見てわかるかどうかっていうのはすごい重要なことなので まあその辺っていうのは改めてこう客観的に見てもらって、こう考えてもらえればなと思います。まあ、このノートとかもそうなんですけど、やっぱりこうやって多分たどり着く人って多分ほぼいないと思うんですよ。そうですね。なぜかっていうと、ノートが何かが全くわからないからですね。はい。さっきも言ったんですけど、やっぱわからないものをクリックしようなんて基本思わなくて、はい。自分にとってメリットがあるとか興味があるものしかクリックしてくれないので、人間はい。 だから、ここで書くんだったら、ノートって書くんじゃなくて、まあ、ビジネス、スペイン語、テンプレシまあ、ちょっと長いから入らないですけど、まあ、そういうふうに書いてあげないと難しいだろうなとは思います。はい、ああ、そういうことですね。すはい。確かに、ノートって書いて、誰がクリックするんやろうと思いながら、ノートって書きました。あそうですね。クリックしないですね。<laughs> はい、<laughs> 中西さんがおっしゃる通りです。<laughs> はい。 ブログのほうをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。今は、えっと、SEO と Twitter、両方でその集客してて、はいはいで ツイッターの方がフォロワー1200人いるんですけど、でもそのツイッターからの流入,流入より今、圧倒的に SEO で入ってくる方が多いんですね。まあ、5倍とか6倍とかなんですけど、まあ、ツイッターも結構時間使って運用してるので、はい、そのどっちに集中しようかなってかなり迷ってるんですよ。ああ、なるほど。えっとまあ、今で言うと SE SEO をメインでやっていくべきかなとは思います。はい あのそんなにこのジャンルで言うとツイッターに注力するってあんまりメリットないのかなと思うんですよ。あはい、メリットないっていうかもちろんフォロワー増えていくっていうのはいいし今後、長期スパンでやっていこうと思ったらそのフォロワーさんも増やしていく方がいいんですけどそそも論もとしてさっきも言ったんですけど競合がそんなにいないような気がするので、はい、だから SEO とかでも十分戦っていけるまあ実際にだからその4ヶ月ぐらいで PV も増えて収益も上がりだしているので、はい、ブログがそうやって SEO でうまくいきだすと ツイッターのフォロワーがいようが、基本的に SEO の方が圧倒的に多くなるんですよね、そのアクセスとして。はい。で、あと制約も基本的にはしやすくなるので、そういう意味では、まあ、ツイッターよりも今は SEO に注力するべきかなとは思いますね。ああ、わかりました。ちょっと中地さんのツイッターの動画とかを見て、<れ>そのツイッターの運用とかをめちゃくちゃ、はい、あの勉強してたんですけど、あ,あれじゃこれちょっと。 あの時間が全然ないなと思って、ツイッター運用しながら、その SEO も上位目指すって、はいね、めちゃくちゃ難易度高いなと思ってたんですよ。はい、で、今もその中西さんの,あのアドバイス聞いて、ちょっと SEO の方にあに注力しようかなと思いました、はい、そうですね、僕、基本的にだから、ブログと SNS の運用って現実的じゃないからお勧めしてないので、まあ、とりあえず、なので、えっ、ー、一旦はブログに注力してもらって、SEO からの集客をメインに考えていくっていうのでいいんじゃないかなと思います。わかりました。ありがとうございます。<laughs> はい ブログ自体、あの対談の中でも言ったんですけど、まあ、競合もそんなに言いないし、多分コンテンツとしても本当に、こう、権威性というか、まあ、信頼性も高いと思うので、はい、いいものができると思うので、こう、SEO とか、はい、まあ、そういうところで、まあ、集客だったりマネタイズっていうのは結構やっていけるんじゃないかなと思います。で、まあ、割とこう、はい、メキシコの話をさせてもらって、まあ、ブログに関係ないような話もあったかもしれないですけど、僕は個人的にすごい、 あの楽しかったです。そういう話も含めて。あはははあ、めちゃくちゃ嬉しいです。あの、はい、もうはい。ぜひ、メキシコに来てください。ああ、ありがとうございます、はいあの。メキシコに行く際にはちょっと連絡しますね。<laughs> あの本当にお願いしますあの。リゾート地とかいっぱいあるんで。はい、あ<の>あ、わかりました。ぜひアテンドさせていただきます。もうそれを楽しみに、じゃあ。<laughs> <laughs> はい。ぜひ、これからもブログ頑張ってください。応援しています。はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。はい。ということで、じゃあ、きの対談はこれで終わりにさせてもらおうと思います。ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。